頂上氷の女王、1912年、チェーザレサッカギーの象徴的な作品で、山の頂上はこの両性具有の人物で表されています。実際、彼女を下から見ると女性のように見えますが、顔を見ると男性のように見えます。両性具有は男女両性を兼ね備えた存在のことを指し、両性具有者、ギリシャ語よりアンドロジェノスとも称する。 ギリシャ神話では、妊婦のサルマキスに、恋されて強制的に、一心同体にされたヘルマプロディートスの話が存在する。後世の芸術作品では、豊かな乳房を持った少年、あるいは弾根を持った女性などの形で、表現されている。日本神話の女神、アマテラス・オーミカは、中世の書物、非みな基本儀で、両性具有神として描かれている。両性具有の逸話として、 プラトンの共演の中でアリストパネスが語ったとされる演説がある。この中でアリストパネスはかつて男と女の他に男女と称された両性具有者がおり、いずれも手足が4本ずつ、顔と正規も2つずつあったと説いた。ところがゼウスによってそれらを両断したため手足が2本ずつ、顔と正規が1つずつの2人の半身となり、 それぞれが残された半身に憧れて結合しようと求め合った。そしてもともと男女だった男と女が互いの半身、すなわち男は女を、女は男を求めることになった。それが男女の愛であると説いた。現初の世界あるいは人間が両性具有だったとする神話は世界各地に存在する。現初への回帰を意図した青年式や 結婚式といった儀式での異性との衣装交換などの形で残されている場合もある。両性具有は哲学や錬金術や具能質主義などでもシンボリズムとして取り上げられる場合があった。古来より様々な概念に使用されてきた両性具有は20世紀後半になってから心理的側面で使用され始めた。精神科医のカールグスタフ・ユングは 人間の普遍的無意識内に原型が存在すると、仮定し、男性が持つ女性の永遠なイメージの原型を、アニマ、女性が持つ男性の永遠なイメージの原型を、アニムスと呼んだ。ユング派のジューンシンガーは、男女良性具有の中で、男女良性具有は、人間の心理に固有な元型であって、それはあたかも卵の黄身と白身が殻の中に一緒に、閉じ込められている状態であると述べている。 つまり、男女両性具有とは、男性の中に女らしさが、女性の中に男らしさが存在している状態であり、いわゆるユングのアニマとアニムスの両方がある状態であるというのである。この男女両性具有の概念は1970年代に固定的な男女間に対するウーマンリブ運動などによって注目され始め、実証的な制約割研究において扱われることになった。 男女の性別に関わらず、男性にとって、社会的に望まれるパーソナリティ特性を思考し、授与し、かつ女性にとって、社会的に望まれるパーソナリティ特性を思考し、授与する状態を指す。そして、男女両性会有人間は、物事の考え方が柔軟で、可能性としての行動範囲が広く、状況に応じて、最適な行動を効果的に遂行することができ、 心理的にも健康である、と考えられてきた。平凡社、世界大百科辞典改訂版25巻、ヘルマフロディトスハット ABCDEFG ドイツコ 1988P89 ありがとうございます。